おはようございます。2018年2月の28日、17時38分です。よろしくお願いします。お疲れ様です。通常枠です。おお、野田てるさんいらっしゃい。BGM いいっしょ。おい、いらっしゃい、若津。はい、わざつ。久々にゆっくり見れる？もうゆっくりしてってよ。ゆっくりしてって。まったり枠でーす。通常枠久々だね。最近は何だろう、キツネがメインというか、まあ、たまには。
お、解放お疲れ。ああ、体調良くなったよ。カズいらっしゃい。体調いいね。まったりっていうかね、コメントないかんね。もう鬱で寝込んでてなかなか配信ができない。何鬱なの？解放なんで？なんかあった？おい逃げワドくん、竹藤練習してたか？逃げじゃないから、竹藤やっぱ踊りは嫌だな。なんであんな踊らせようとしたのかよく分かんなかったね。これは嫌だな、踊りたくないね。踊らない。くるくるしてる？見えてない？くるくるしてる？くるくるしてる？文明室から見てる。え、え、今から産むのか？今から産むの？え、陣痛室から配信見てるって今から何？狂ってるな。狂ってるやつが一人いるぞ。くるくるしてる？明日か。3月1日、明日か。明日か、ついに。なんかすごいな。明日か。明日お母さんになるんだね。おー、なんかすげえな、すげえな。明日か、運営水増し対策したみたい。あ、まあしてるだろうね。分娩室で配信見てもいいって言われたんだ。分娩室っていうのは、え、何？明日何時産む予定なの？本気か？配信見ながら産む気？ユカチでなんでいない？ああ、サミュー、なんだっけ、あのトップマンスリーの1位にいるなんか偉人みたいなのがメガホンのなんか発明者で、それに名前変えたみたいよ。ああ、メガホンありがとう。チネル、ゴミ箱に変えたんだ。アイテムありがとう。はい、ワドツー、トモさん、ワドツー久しぶりだね。サミュエルさんだね。サミュエルがユカチだね。無痛分娩台だから痛みないからいいんだ。配信見ながらか。まあまあ、じゃあ夕方配信するわ。じゃあ明日の夕方ね。これ頭おかしいだろ、本当に。本気でそんなことやってんの？配信見ながら子供産みたいってアホだろ、マジで。そうだね、メガホンの発明者でありスパイなんだよね。メガホンありがとう。私の運まで元気な赤ちゃん産めって、それはむちゃくちゃだろ。なんでお前の分まで背負わねえといけねえんだよって。知らねえよって感じでしょ、数からしたら。なんでお前の分まで産まなきゃならんのじゃって。自分の分だけ産むわって感じでしょ。
狐枠にいたんだ、ありがとうね。うん、ともさん、ともさん、ありがとう。うん、ああ、できないんだ、そっかそっか。うん、じゃあ、あれだ、俺が子供になってあげよう。俺がじゃあ、アーミンの子供になってあげる。シャンマー一気に閲覧250ぐらい下がる。ああ、まあまあ、まあまあ、不正やってたやつは下がるでしょ。そんなもんでしょ。銀行口座振り替え忘れてたのでガス代滞納し3日間ガスが使えない。風呂入れない問題か、ガスか、きついな。え、ガスどうにかなんないのかね。いや、支払い用紙が届いてるはずだけどね。それ払って電話したらすぐ開いてくれるはずだけど。うん、かわいい子供でしょ。うん、そうそう、まあ和道の子供みたいなもんだからね。和道リスナーが産んだ子供は和道の子でもあるから、うん、俺らが育てないといけない。コメント力を鍛えなければいけない。立派なプロリスナーにさせるんだよ、立派なプロリスナーに。アンチコメントも打て、囲いコメントも打て、適切なタイミングで花火を投げ、リア凸もし、そんな子供に育てよう、そんな子供に。配信者にはならせたくないな。なんか配信会なぎだな今。養育費は花火。そうだね、養育費を放棄しても花火を投げるぐらいね、やっぱクレイジーな母親じゃないとダメだよね。コンビニで払ったけど業者が来るのが3日後、田舎の方なのかな。そんなことある、うん、電話したらすぐ来るはずだけどね。何それ、僻地なのかな。何、仕事は復帰すんの、産んだ後は。しばらく専業主婦の。まあまあ産んだ後すぐ仕事は復帰は無理か。寄り目の子供が生まれるの。まあ女の子だっつってたから当たりだよ。かわいい、かわいいよ、アイドルだよ。寄り目の女の子でブスいないからね。うん、ねえ、3日後とかあるか、ガスが来るのに。電話したらすぐ来るはずだけど。寄り目は間引き、うん、はい、いっちゃんいらっしゃい。眠い、すごく眠い。ツイッターにつぶやいてそれ、俺は処理できないわその問題。うん、水増し対処するってどこに載ってたの。水増し対処するって正式に発表したのかな。でもまあサイトとしても水増しはやるべきじゃないよな、真っ当な会社がやるべきじゃないよ。リスナーがみんなニコニコに帰った。いや、そんなことないでしょ。みんなっていうのは語弊があるよ。俺だけどね、ニコ生リスナーはふわっちと相性悪いよ。もうなんかふわっち最近ふわっちらしさがなくなってたもん。あのね、儲かったかもしんないけど長い目で見たら良くなかったよふわっち。あの、何でもかんでも大手呼び込みはいいってわけじゃなくて、サイトが堂々と構えて、そのこっちはこっちのルールに従ってくださいってはっきりやらないとダメだよ。ニコ生だって滅んだサイトなんだから、ダメになったサイトなんだから。うん、いや、のんちゃんは子供じゃない。のんちゃんは子供じゃない、うん、今日何食べようかな。東京だけどスカパーの引き落とし、変更用紙とガス用紙間違えてた。え、じゃあスカパーの方払っただけじゃん。ってことはガス代払ってないってことだ。いや、ガス代はすぐ来ると思うよ。
ガスはすぐつなげてって言ったらその日に来るはずなんだよね。3日後っつうのは聞いたことないよ。ライフラインは結構その日のうちに動いてくれる。まあ夕方とかになる可能性はあるけど、ガスはすぐつけてくれると思うけどね。はい、こんばんは。ガスはすぐつけてくれるよ。3日は聞いたことねえな。俺止めるプロだからね。昨日電気止まったもんね。昨日電気止まってすぐついた。あ、ハートありがとう。初めてものすごく眠いの、初めて。うん。寝なよ。初めて、ものすごく眠いの初めてってなんか少女漫画じゃないんだから。うん、寝な、いっちゃん。寝な、寝たいときは。あの、ニコ生とか放送見てる場合じゃないよ。寝なさい。寝ることはいいことだよ。止めるプロだから。あ、ありがとう、ジョージャクさん。うせ、ありがとう。いや、止めるプロだよ、本当に。毎月止まるんだから。おしっこ行きな。許可制じゃないから、刑務所じゃねえんだから。はい、若津。お、あかねちゃんいらっしゃい。行きな、行きな。寝たら夜眠くなる。いいじゃん。眠くなくても夜起きてりゃ。どうせもうあれしょ、仕事ないんだから。辛いよ、なんか言葉かけて。知らねえよ。うつなの？解放。いや、声かけてっつっても、うつ病はな、本人にしかわかんねえけど。命の母の、命の母うつ病に効くの？更年期だよ、解放も。解放も更年期だから命の母飲めって。バカありがとう。言葉かけてっつってもな、あれだよ、あれだよ、いつか良くなるんだ。今月はいい感じで安心して見られてた。いや、今月はだから何も変わってなくて、ただ花火が飛んだのと狐が始まっただけだろ。いつも言ってんじゃん、部屋だからつまんねえとかねえんだよ。部屋で面白いやつ、うなちゃんマンとかいいんだから。ダメだよ、そういうこと言ったら。死んだらうつ病治るとか、それは本当に笑えないやつよ。うん、何でも飲ませようとするのりこ。何でも飲むかんね、のりこ。薬バンバン飲むから。いいじゃん。いい、なんだよ、うつ病多いな。いっちゃんが寝れねえとか、うつだとか、命の母がとか、明日分娩だとか、何なんだよこの枠。どうなってんだよ。あ、なんか和道は子供だとか、何なんだよこれ。病人しかいねえじゃねえかよ、コメント欄によ。どうなってんだよ。お前もうつ病かよ。もうどうしようもねえな、ほんと。病人しかいねえじゃねえかよ。健康なのは数ぐらいだよ。大丈夫かこの枠。昨日のビンゴでもうやり直さないかな。いや、すぐやり直してたよ。次の枠でやり直してたから、もう終わりじゃない。うん、あ、そっか、俺が言ったのか。うん、いや、うん、あのんちゃん元気になった。うん。みんな病んでます。助けてください。俺が病むわ、そんな。人斬り抜刀斎いらっしゃい。昨日あんなに人に切れてるワードを初めて見た。俺切れてたっけ？俺切れてたっけ？俺ね、あれなんだよね。あの、ねちっこい人っているじゃん。2年も3年もずっと怒り続ける人があんまりよくわかんなくて。俺はね、結構、おお、青じいいらっしゃい。久しぶり。まあそうだね。青じいの方が先に死ぬだろ。そりゃそうだろ。何急に。減らってんの？青じい。そりゃそうだろ。さすがに青じいよりは長いし、長生きしたいわ。おう、うん、はい、テミーワード2。昨日配信面白い割に、いや、あのね、面白さと花火は比例しない。これが俺の配信の結論。あのね、閲覧と花火は比例しない結論。おお、 MC いらっしゃい。あ、サムネ変えたんだ。この前ありがとうね。 MC 久々じゃん、元気？はい、はい、はい。手数料安いからキャツに移るとか話出てるけど、俺キャツは行かない。あそこのサイト大っ嫌い、俺。あそこのサイトは絶対行かない。うん、みんな減らってるね。うん、
あれだよ、なんかあのリスナーさんで、あの絡みあるリスナー、女性リスナーさんが青じいがタイプだって言ってたよ。まあね、奥さんいるからあれだけど、私青じいが好きなのって言ってたよ。青じいがタイプなのって。結構若い、若いっていうか俺は20代のリスナーだと思ってたんだけど、なんだっけ38とか、結構年だったんだけど、そう、青じいがタイプって言ってたよ。メガホンありがとう。うん、いや本当に本当に枯れ線だって言ってた。何枯れ線って、なんかこう、なんつうの、こう老けてるおじさんというか年をいってる人が好きで、青じいタイプなの、だから和道タイプじゃないっつって、なんだそれっつって、あでも青じいはちょっとわかるわっつってさ。でも全然来れなくて大丈夫だよ、うん、配信は。違う違う、俺らはほら職業柄さ、あのなんつうの、みんなはあれだよ、リアルでいろいろあるんだよ。結婚したり子供産んだり鬱になったりいろいろあんの。仕事とか恋人ができたり、やることがなくなったら見に来るのが普通なんだから。おーりょうさんパフェありがとう。あ、 YouTube で見てんだ、ありがとうありがとう、嬉しいね。どれさんはタイプじゃないんだって。ありがとう匿名さん、ありがとうね。花火ありがとう。カズはね、明日産むって、カズは明日産むって。花火ありがとう。まあ、数からしたらなんでおめでとうで俺に花火投げてんだよって、ね、関係ねえだろっつってね、うん、そうそう、便乗で花火もらうクソ野郎だから。ありがとう MC 花火、 MC ありがとうね。サムネレコードからなんでそっち変えたの、自分で作ったの。ユカチ好きになったんだ、ジョージャクちゃん。え、なんでなんで、どこに書いてある。え、ユカチ好きになった、まあ別に、うん、ユカチ一回りして好きになった。あー、要はあれでしょ、ニコ生だからね。それを要はね、ひろゆきが言ったことで、ネタをネタだと捉える人はできない人はインターネット向いてないっていうのと一緒よ。いや、嘘は嘘だとっていうかね、あのね、俺らは本気で怒ってると同時にどうでもいいんだよあのね、なんつうんだろう、そのね、住み分けが難しいんだよ、心の割り切り方って。本気で怒ってるんだけど、どこか本気じゃないんだよ、配信者って。うん、クーさんお疲れ様。あのね、みんなで盛り上げるっつうかね、なんて言うんだろう、これ難しいんだよな。これはね、ドレさんが前回掴んだんだよね。鮫島さんと俺が凸かけた時、やっと分かったって言ってたの。ドレさんはもう掴んだの。ドレさんは今までずっと分かってなかったの。もうふわっち民代表みたいな思考だったんだけど、やっと分かったわって、ニコ生勢の言ってたこと分かったっていうかね、あのね、要はね、もう冷めてるっつうか、配信者自体がネタを順繰り回してるんだよな、結局。だからね、袋叩きにするのはお約束なんだよ一人炎上したら袋叩きにしてリンチにするっていうのはお約束なのね。で、大体夜中の枠になんだか分かんないけど、その囲い出す配信者とかいるんだよ。なんかユカジーは悪くないとか言い出すやつが出てきて、え、なんでゆかちゃん夜ご飯なの、ごめん寝てて見てなかったから、なんかみんなが叩いてたから俺囲ってみるわみたいな。そうそうなんだよね。そう、みんなね、どうしようもないやつらの集まりだから、そう、みんなで叩き合うっていう感じだ。今回はよっさんだったけど、橋本くんの事件の時は俺フルボッコにされたの。要は俺酒かけてなくてコッペが悪いのに、俺のことフルボッコにした時にみんな叩いたので、本当に俺も、だから前回のゆかちみたいに、普通ひどかったよな、あの時な。あの時もうボッコボコにされたの。そしたら夜中に金梅さんが、俺は和道は悪くないと思う。とか言って、金梅さんが夜中の枠で、もう音沙汰が冷めた頃に後乗りしてきて、いや、何があったかよくわかんないけど、和道くん悪くないっしょ、とか言って、そう、橋本が悪いだろうとか言って、何にもわかってないのに擁護し始めるとか。これお約束なんだよ。そう。そう、悪くないとか言い出すやつは逆張りをしてるだけなの、ただ。そう、流れなんだよね。うん。クーさんお疲れ。なんかね、その本気でやらないといけないんだけど、本気で徹底的に叩くんだ。だからね、あの配信者長い人って次の日やらないでしょ。鮫島さんも絶対、うん、多分気をつける気をつける。次の日あのやらないの。絶対やらないの。そ、トークのネタでしかないの。だから引っ張らないよ。便所さんもやらない。あの誰もやらないでしょ。でもやるときには全員でフルボッコにするの、一日で。なんでかっていうと、あの
循環が早いっていうかさ、ネタが1日で腐るっていうの分かってるから、あのもう次の日にはもうなんつうの飽きられるからいいんだよ俺らは。その日に叩くだけ叩くんだよ。あ、10始末じゃない、文書。そう、翌日に誰がネタになるかっていう話だよ、うん、まあ金梅さんは乗っからないでしょなんかね、いろいろあんのよ。居心地がいいのがニコ生だとは思わないけどな、俺は。昔は良かったと思うけど、今のニコ生は俺はダメだと思うよ。だからここでみんないるわけでしょ。うん、じゃあ、文長。今日はユカチの話題は古いってなるでしょ。そういう空気になるでしょ。だから今、ユカチの話題出してるのはダサいのよ。野暮なの。うん、え、嘘？削られたポイント。マジで？え、ポイント削られてないよ、ザックさん。マウスリー1位でしょ。あ、あ、あ、違う、削られたんじゃないよ。え、削られたのかな？ 2 位になってる。サミュエル・モーランドさんが2位になってるから。え、これ、え、削られたのかな？どうなんだろう？桃の穴が上に行ったんじゃないの？え、でもこんだけしか削らないの？ 100 万ポイントしか削らないっておかしくねえか、これ。なんかちょっとおかしいな。マンスリー落ちたね。ちなみにサミュエル・モーランドさんはメガホンの第一人者だ。メガホンを発明した人だからね。釈迦がうんこしたな。うんち出た、シャーちゃん。シャーちゃんもう俺のこと大好きだ。なんで怒んのよ。うんち吹いてんねよ。うん。ユカチーのアカウント、だからサミュエル・モーランドさんね。ここにいるじゃん。この方はですね、1600年代にメガホンを発明した偉人である。サミュエル・モーランドさん、スパイでもあるからね。スパイでもあって、メガホンの第一人者であるから、この人がユカチーでしょ。運営の不正はないよ。やらないよ、そんなくだらないこと。まあ、削られて100万ポイントっていうのは、まあ、ええ番ねえな、これ。つまんねえな。うん。メガホンの原型である、喋るトランペットを発明したと主張している。うん。で、スパイでもあるんだよ。ちょっとないね、つまんないね。うん、そうそう、ね、あ、ネタでアンサーする、うん、アンサーはネタで返すんだよ。まあ盛り上がんねえな。まあだからフワッチも悪乗りしてこないでしょ、こんだけ盛り上げたのに。いや、ユカチ自身も A 版になって1ヶ月後に復活とかでみそぎやればよかったんだよ。一回 A 版っていう対処して、さらっとしれっと1ヶ月後に戻して、A 版解除おめでとうっていう流れにすりゃよかったんだよ。だから運営もちょっと下手だよな。一回示しでやるんだよ、普通は。A 版にしますって。でも反省文とか一回送らせて、で、やったら怒ってたリスナーも一回熱冷めるのに。そう。一回鉄槌下しで、一回さらっと戻ってくればいいんだよ、忘れんだから。そうそうそう。ね、マンスリー落とすの一番つまんないやり方だよ、これは。うん、微妙だよね。そう、問題が、あのね、要はリスナーさんの方が納得できないから、あの、遺恨が残るんだよ。だから一回運営しかいないんだもん。サイトの管理者だから。ズバッて対処して、見せしめで一回、そうやって、で、1ヶ月頃忘れた頃に、その、帰ってくるようにすればよかったんだよ。うん、そうそうそう。昨日12時過ぎたあたりに1回万にするとかさ。だからリスナーも怒りの落としどころつけようがないもんね、こんなの。そう、ガス抜きもうまくやるのも運営さんの仕事だから。それは運営さんにしかできないことだからね。でもこれで運営とズブズブだっていう体制が出来上がっちゃったからね。それは良くないよ。そう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 。一回バンにされた方が落としどころつくし、ユカチは別にフワッチなくても困らないの。そう。で、ザマーって言って、そう。別に正直、ユカチのことなんか誰も気にしてねえじゃん。正直。あいらはよくわかんないけど。
2ポイントしかもらえなかったのは橋本くんの実力でしょ。面白くない配信者とかさ、ファンがいない配信者はアイテムもらえないに決まってるじゃん。じゃあ橋本くんだって最近配信やってないしさ、そんなさ仕事辞めて嫁ほったらかすのようなやつがさ、なんでアイテムもらえるんだよ。バカすぎるだろ。そうそう、ゆかちはね、もともとニコ生の公式が出るぐらいの大手な。だからキャリア長いよ。あ、はい、もう配信のこと全部わかってる。肝据わってるよ。その辺のふわっちから始めましたみたいな、すぐ泣くような女じゃないでしょ。だから爆走の上位互換のポジション取ったんだよ。うまいと思うよ。うん。やべえ。やべえ。やべえ。また来ちゃった。ステッカー振り込んでから3週間経つんだけど届いてませんって。やべえ。またアンチが増えちゃうよ。またアンチが増えちゃうよ。今 DM 来てごめんなさいって、ほんと忙しいのにごめんなさいって。ステッカーがごめんなさい、忙しいの分かってるんですけどって。いや俺がごめんなさい、忘れてた。やべえ、これはまずい。やばいね。しかも2回も郵便局に行ったって言ってるよ。いや詐欺って言わないで、今謝罪のメール送ったから。いや3週間前に振り込んで和道さん送るって言ってて、ごめんなさいねって、忙しいの分かるんですけど、なんか追跡番号かななんて気遣ってくれて。違いますよ、忘れてるんですよ。配信見てくれてるかな、ごめんね。いや俺はそういう男だよ、うん、ジャンピング土下座マジかよ。いやほんとすいませんでした。いやでもそれも含めて俺のほらグッズの価値が上がるわけじゃん。2階に私郵便局行ったし、あこれがステッカー買った、買ってこれかと、みんなが言ってた詐欺師ってこれかっていうのをリスナーさんにリアルで体験するのもプレゼントだから、そうなるほどねって、アンチが言ってたやつこれかってなるから、そうこれも含めて俺のステッカーだからそう戻るしかない。うるさいわ、金魚鉢でいらっしゃい。そう、あちょっと怒るだろうなこれ。どうしようかな、どうしよう。いやいやしょうがないの、これはこれはしょうがないの。今日送る、今日は本当に送る。3週間放置は申し訳ないね。うん、騙して価値が上がるんじゃなくて、そのやっぱりこう体験だからね。あ本当にこの人送らないんだって、本当に送らない人なんだっていう、うん、はいおかえり、うん、そうやべえな、ちょっと申し訳ないなこれな、うん、なんかあれか、あ花火ありがとう、花火ありがとうございます。あとんでもないです、とんでもないです。匿名さんこちらこそありがとうございます。心配だよね、昨日のドレさんの放送見た？みんな。ああ、こちらこそね、昨日ね、ドレさんがね、ドレさんの放送どんな感じだったかやるよ。ちょっと待ってね。みんな、なのか、いや、雑談だったら見るなよ。だったら見るなよ。あ、なんて声が出なくても、俺はアイテム上がらないと。はい、はい、はいし。いや、喉が潰れて、これ、もう、寝落ち枠になるかもしれないから、みんなごめん。
これが昨日のドレさんの枠。それ心配するだろ。こんな枠見たらさ、200人がこんな枠見たら通報するだろ。あんなん笑うわ。俺も心配したもん。あのね、ステッカーはね、俺に DM から LINE もらったら、案内します。うん。ファンタしてた？うっかりファンタってなんだろう。8時頃。ありがとうございます。猫じゃらしありがとう。何？うっかりファンタってなんだろう。8時頃、うっかりファンタ？何ファンタって。ファンタ飲んだの？うっかりファンタ、なんだろう、うっかりファンタって、うん、面白かった。振り込み先はね、一応公表してないね、今は。いや大丈夫かよ、つうか笑うぜ、あんなの生で見たら。そう、不安になるよ。うん、了解、送って。え、何、今でも俺が知ってる。あー、まあいいか。余計なこと言うところだった。明け方配信してたね。明け方配信してた。ファンタスティック投げた。いいじゃん、いいじゃん。うん。投げちゃえばいいんだ。いや、だって生活苦しいでしょ。本人も稼がないといけないプレッシャーとさ、やっぱり、その、何？放送できないってジレンマでしょ？だけどね、やっぱり体調悪い時は、さすがに寝ないと、うん、笑わせられるんならいいんだけど、もうネタができるどころのレベルじゃないからさ、今。大手で一番最初に死にそうのはどれさん？よっさんだな。よっさんか金梅さんだと思う、俺正直。あの、ネタじゃなくて言うなら。あのね、よっさんはマジで初めて会った時、この人死ぬっていうオーラが出てた。で、俺よっさんに初めて会った時言ったんだよ。大丈夫っすかって。思想出てますよって言って。で、周りもちょっとやばいやばいみたいになって。で、その後あの、ほら、入院したのよ。ほんと、一番最初の長い入院あったじゃん。あれは本当に死ぬと思った。で、その後見たらね、顔色良くなって、ああ、大丈夫だと思ったけど。うん、よっさんは多分ね、3年前ぐらいかな。フリーマーケットの時。暗黒とよっさんがフリーマーケットやってた時。うん。よっさんはもう本当に覚悟してるよ。金梅さんとよっさんは腹くくってる。要は、もう配信で死んでいいやって。酒がないとやってらんねえっつうか。酒がないとコンテンツ作れないからって命削ってやってるよ。よっさんは腹くくってるね。金梅さんも。ただまあ、あの、検査入院すると大体減らるっていうのが毎回面白いんだけどね。本気で減らるかんね、うん。前回の1回目の入院の時は、もう、あ、これ最後だなと思ったよ。まあ、金梅さんも、あの、本当に、なんだっけな。で、そのどっちだったっけな。よっさんが検査キット持ってたのかな。ロハコさんだからよっさんが検査キット持ってて。で、金梅さんの糖尿値測ったら、よっさんよりひどかったとか、そんなんだったんだよね。で、なんかやばいやばいみたいになって。とにかくあの二人はやばい。だって金梅さんってさ、リアルに酒入ってない日に会うと、もうね、どれくらいだろう。3メーター先ぐらいからアルコールの匂いするんだよ。本当にアル中なの。いや、本当に病院行かないで死ぬと思うよ。金梅さんとよっさんは。だって本当に遠くから酒の匂いするもん。金梅さん、あれ本当に死ぬよ。本当にアル中の匂いするから。まあよっさんは多分病院ね、定期的通ってるから大丈夫だと思うけど、まあ寿命は長くねえだろうな。うん、ファンタでピンとこないボンクラ。うん、まあまあボンクラだからな、しょうがねえだろ。さあちゃんもうおばちゃんになっちゃったね。うん、ペコと結婚無理か。平和、酒入ってないと平和、平和つうかもう全く喋らないね。うん、優しい人だよ。ああ、悪く元気喋り下手かっていうね。元気っすよ。そう、本当に無口で、うん、なんかすごい、なんだろうな、優しい子供みたいな人だよ。すっごい優しい人。
喋りが下手なんだけど気遣いがすごいできる人なのね、銀梅さんは。すごく後輩思いで優しくて、そういうあったかい人だよ。金梅さんとキスどころか俺多分キスしてない大手配信者ほとんどいないんじゃないの。金梅さんともキスしてるし、うん、力也さんともしてるし、配信つけたら人格変わる人って大手だとほとんど、あのね、タイプがいる。あのね、俺は変わるタイプなの。変わるタイプと変わらないタイプがいて、ドレさん変わらないタイプ、ゆいがさん変わるタイプ、誰だろう、みどりさんも変わるっちゃ変わるタイプだね。どちらかっていうと変わるタイプ。野田も変わるタイプだ。うん、変わるタイプと変わらないタイプがいる。どっちかに分かれるね、大手は。要は演じきるっていうか、キャラクター入れ込むタイプと素で面白いタイプの2ついる。パイセン変わるんだよ。パイセン変わるタイプなの。金梅さんも変わるタイプ。変わらないタイプ誰だろう。ヨッサンも変わるタイプでしょ。変わらないタイプが珍しいかな。ドレさん変わらない、変わらないの。ヒカルくん変わらない、ヒカルくん全く変わらない、テルも変わらない。変わるタイプと変わらないタイプに分かれるね。うん、ちゃんまは変わらないタイプなの。変わるタイプだと思うでしょ。全く変わらないの。俺びっくりしたもん。まんまあの感じなの。ゆうがさんは変わるタイプ。鮫島さんは、どっちだろうな。変わらない方かな。変わらない方かな。変わらない方。シャンマンは変わらないんだよね。ロハコさんは変わらない。ドレさんも変わらないんだよ。そうなんだよ。だから意外な人が変わらないタイプの。あれで天然なのかよっていう感じなの。だからチャンマンとかドレさんとかびっくりするでしょ。あれ天然なのみたいな。マジかっていうタイプ。ヒカルくんはなんかキャスバーでお尻出したとかツイッターに書いてあったけどね。うん。チャンマンはすごいよ。まんまあの感じ。うん。便所さんは変わらないタイプ。便所さんは変わらないタイプ。全く変わらない。要はね、その役を演じるっつうか、ひょい型のタイプだよ。俺は全然びっくりするぐらい変わるよ。ちゃんま優しいっつうか、変、なんつうんだろう。変とかじゃなくても、病気なんだろう。もう本当に、この距離で孵化してくるの。この距離で孵化してくるんだよ。本気で。もう煙バンバン来るの。もうすげえなっていう。本当に。煙い煙いみたいな。すごいよ佐野は。もう本当にびっくりするよ、生であったら。マジかっていうレベル。ってなる。わかんない、いろんな不可視があるじゃん。不可視すぎだよあの人は。いや、生で会った方がいいよ。あ、でもね、オーラは結構やっぱピカイチだね。ちゃんまは。オーラはピカイチ。やっぱ会った中で三本指入ってるかな。確実に三本指に入ってるね、オーラは。あ、これがレジェンドかっていう。いや、すごいんだって、だってよ。三社祭りでよ、俺はよ乗らねえよ、みこしにお前乗るバカいねえだろうがよ、金梅お前言うバカにお前乗らねえよ、乗るわけねえだろうって2時間前言ってたんだよ。でみこしが登場して、で10分前、あ、すいません、なんとかさ、みこし行った方がいいっすかって言ったら、乗らねえっつっただろう、乗せねえよ、もんもん入ってねえんだからってさ、あ、すいませんとか言って、え、乗る気とか思って、全員の空気が、俺、ヒカルくん、金梅さんが乗るのって、なんで挨拶したのってなって、乗せねえよってなったんだけど、そのね、やっぱりそのヤクザのお偉いさんがその話優しいから、まあ乗ってもいいぞってなったら、ウェーイってやって、観客ドンズベリ、ウェーイって、みこしの上でウェーイってやって、なんだこれみたいな。すごかったよ本当に。
うん、これが佐野かって思ったもん。全員キーンって、誰あの人みたいな、何何あのハゲみたいな。すごかったよ会場の空気。うわやったわあいつみたいな。そうやりやがったみたいな、うん、あれはすごかった。でも最高だった。空気が半端じゃないよ。もう俺だってユーミンの曲流れてきたもんね。ブリザードブリザードって聞こえてきたもんね。やるんだよ佐野は、やるんだよ、うん、でその後はお前らが乗れっつうからだろうとか言って、もう上機嫌だよ。そういやもうすごかったよ、すごいよ、うん、まあ二度と関わることはないだろうからもう何でも喋る。言った途端に忘れるっつうかね、違うんだからね、扱いが難しい。あのね、チャンマンは業界、その配信者の業界の中で一番有名なのが、扱いが最も難しいのが佐野って言われてんの。もうね、次の日の気分で、これ本当に気分だけで生きてんの。言ったこととかじゃないの。本当にこれ有名なのよ。業界の中で超有名で、その日の、その時の気分だけで喋るから、なんか、ヒカルは可愛いだろ ?3 枚目はよ、最近よ、つってて、次の日になると、俺はあいつ綺麗だわ。ああって、そう、もうだから佐野と会ったら佐野が今日どのコンディションかを読まないといけないの。それができない配信者は絡めないの。そう、難しいんだよ本当に、むずいよ。ああありがとう、ハートありがとう。そう、超気難しくて有名、多分配信会一じゃん、あんなに気難しいの。いや超むずいよ。うん。いやだからそう。なんつうんだろうな、もう本当に昨日っていうか、なんなら5分前と言ってたことが違ったりするから、もうめちゃくちゃだよ本当に。めちゃくちゃだよ本当に。でもなんかポイントをつかむと意外と単純だったりするから、うん。佐野とコラボするとき佐野をいじるな鉄則、そう、それはもうそう、佐野はよいしょしないとダメなの。でもよいしょしすぎてネタっていうか悪ふざけだっていうのもバレてもいけなくて、これが難しいの。佐野はいじるな鉄則、よくわかってるね。要はね、メンヘラっていうか、いやなんだろうあれは、だから佐野だよもう。なんか病名がまだついてないだけで、佐野智則っていう病気なんだよ新しい。後の佐野智則病の、あの、被験者っていうの。一番最初の、あの、クラン家ですよ。まだ病名がついてないだけだよ。うん。あ、ビンゴの分ありがとうね。ありがとう。病名佐野でしょ。メガホンありがとう、また。うん、そう、佐野はいじっちゃいけなくて、よいしょしないといけないんだけど、よいしょもやりすぎてもダメの。そう、見え見えは本当に嫌がるの。だからもう超気難しいの。ああ、これ佐野ですね、つって。お気を確かに。気持ちをしっかり。いいですかって。あなたの病名は、佐野です。あなた先生お気を確かに、あなたの病名は佐野です、先生、あなたうん、治らないで。うん、今まで吹かしてたのは佐野だったからの、そう。最善は尽くします。基本的には治りません。うん、だんだん声がしゃがれてくる。うん、なんだろうね、あれは。
佐野は感染するっていうか、付き合うと体重が増減が激しくなるね。付き合ってる女の子は体重の増減がなぜか激しくなるって。なぜか、あと異様に佐野を立てるようになる。気立てのいい、なんか、控えめな女を演じて体重の増減が激しくなるっていう。あと、なぜか、預金通帳が減っていくっていう。うん、お隣のご主人、佐野らしいわよって。ダメよ、あなたって。聞こえるわよって。うん、あ、部長かわいいかんね。かわいいよね、部長は。釈迦も俺そっくりやん。運営のお知らせご覧ください。はい、了解。お、不正ポイントランキングの調整について来ましたよ、皆さん。キャプリます。来た来た来た。これ、いつもふわっちをご利用いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日もお知らせしました、あ、昨日もお知らせしました、メガホン不正取得疑惑に関しまして、不正行為によって付与されたランキングポイントを差し引く対応いたしました。おめでとうございます。ありがとう。今回の対応では、当社が不正と判断した方法でメガホンを取得し、そのメガホンが利用されたことによって付与された、2018年2月マンスリーポイントが対象となっていると。今後不正防止のため審査基準は非公開。 OK。来月以降も不正チェックを実施、必要に応じて調整を行う可能性があります。いいね。不正と判断されたメガホンは非常に多く、たくさんのユーザー様のランキングポイントに影響が出ております。不正行為自体にも問題ありませんが、一番問題なのはここまで影響が出るまでに対応できなかった運営側にあると思ってます。こういうところ好き、こういうところ好き、ふわっちの。ここいいね。一番の問題はこれ、なんかかっけえ、ユカチーのせいじゃないし、悪いの俺らだしって。イケメンかよ。何この会社、こういうところだよ。ニコ生、ニコ生イケメンかよ。これふわっちのこういうところだろ。これ何、イケメンでしょ。一番の問題はここまで影響が出るまで対応できなかった運営側にあると思ってる。だって超かっけえ。そんなことないんだけどね。今回の件で不快な思いをさせたユーザー様の皆様に深くお詫び申し上げます。ってことは俺の49位のランキング上がってるはずだと思いません？チェックする？ここで俺のランキング49位上がってるはずなんですよ。なんでかっつったら、俺のリスナーは不正やってないから。いくよ、何か見るよ。準備できてる？俺のリスナーが不正やってないってことは俺のランキング上がるはずだから、49位から何位になったか見ましょう。いきます。さあ楽しみだぞ。ほら、2位になってる、2位になってる。ってことは俺上がってるんですよ。俺は49位から40、あれ40、ほら41位。ほら見ろ、不正やってない証拠だよ。おい、お前ら勝ったぞ、勝ったぞ、勝ったぞ。不正やってないからこれが正規だよ。みんな勝ったぞ、これだよ。49位から41位、わかる？みんな、不正やってないことの証明だよ、みんな。ポイント減らされて、ビタ1問減らされてないから。よっしゃー、勝ったぞ。みんなありがとう。ほら見ろ、正義は勝つんだよ。正義は勝つんだよ。うん。よーし、41位だ。これが評価だよ。これが評価。正しい評価。みんなありがとうね。認められたよ。不正行為やってなかったら勝つんだよ。うん。ハートありがとう。猫じゃらしありがとう。風船ありがとう。メガホンありがとう。わー、花火ありがとう。ありがとう。ねえ。やっぱ正当な評価じゃないとダメだよ。リスナーさんが判断できないもんね。バカありがとう。メガホンありがとう。そうだよ。フェアにやろうぜ、フェアに。うん。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ごめん。県外がいたの忘れてた。ちょっと県外の誰とか言わないよ。特定の名前あげたら誹謗中傷だから、誰の話とかは言わないけど、ちょっと、
俺気になってる人がいるんだ。2人いるんだよね。佐野智則と、誰とは言わないんだけど。ねえ。何位だろう。あれ？俺いいか。ん？予算より上なんだ、俺、今月。予算、ふわちゃんあんまやってないの？あれ？原田さん、便所さん、パルパル。あれ？酢醤油101。え？深夜っちょ。あ、まあ、深夜っちょ今ツイキャスだからね。あれ？アメリカ人。カリスマさん、ガブちゃん。あれ？ランハゲさん。あれ？関慎吾さん。あれ？佐野とドレさんは？不正やってないのに？不正 不正やってないのに？いや、俺、不正やってなくても、相手俺、全然、関係なくて、マジかよ。大丈夫か？いや、マジでドルさん大丈夫か？ 家賃払えんの？マジで。マジで大丈夫かな？いや、本当に。自制の杭を見上げ始めたよ。共倒れじゃん。救急車呼んでって。介護みたいになってきてるもんね。猫じゃらしありがとう。いや、もう何言ってるか分かんないんだ。全然何言ってるか分かんないし。いや、マジで大丈夫なの、ドレさん。佐野も大丈夫さ。まあ、佐野は裏っ引きとかね。まあ、なんだかんだ、珍味弾強えかんな。まあ、あれでしょ？佐野は裏っ引きでしょ？まあ、ドレは普通に死んだんだと思うけど。救急車2回来たんだ。一応言ったんだけどね、コメント欄に書いてあるけど、俺のつながってるリスナーさんが呼んだから大丈夫だよとは言っといたんだけど、まあ、一応念のためじゃん。ツイキャスの投げ銭はまあ普通にいいらしいよね、手数料取らなくてって。いや、もう文鳥かわいいでしょ。こんなに懐くとさ、飼いたくなるでしょ。かわいいでしょ。ねえ、さあ、もう離れないんだよ。俺さ、猫とかさ、犬とかこういう感じなの分かってたけど、鳥がこんなことになるなんて知らなかったからさ、ハムスターとかさ、もうなんか、あ、わちゃ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 って感じじゃん。もう遊びたくてもさ、もう、こんな感じじゃん。出せ！みたいな。でも鳥かわいいんだよ、頭よくて。いや、釈迦だよ、釈迦。いや、目に入れたら痛いよ。鳥、後ろにも1羽いるけど。後ろのはね、もうのんちゃん大好きだから。のんちゃんがもう手塩にかけて育てたから。俺のことを下に見てるんだ、あいつは。ペコは。ペコは今、後ろで歌ってるよ。まあ、いや、まあ、もちろん善意だけど、でもさすがに俺もリアルタイムで見てて、あれは心配されてもおかしくないよ。あれはダメよ、ドレさん。金梅が必死におすすめ規制解除以来、萌えに出してて笑った。 いや、もう金梅さんに至ってはもう全てがネタだから、どこ行っても大丈夫だよ。そうそう、部屋寒いのダメだから、もう暖房つけっぱだよ。今年はね、寒かったから暖房すげえ高くなって大変。そうだね、踏みつぶさない。あのね、飛べるから大丈夫なの。飛べるようになったら踏みつぶさないのよ。簡単に言うと、飛べないヒナはね、ちょっと前回申し訳ないことをしてしまったよ、本当に。そう。あのね、ここまで行くとね、もう逃げるの。飛べるから。上に行けないのよ、ヒナは。もう這いずり回るしかないから。それがね、カゴから飛び出ちゃったらもうアウトなの。いや、鳥はね、実はね、5歳ぐらいの知能があるんだけど、感情年齢って言って、
感情の起伏が人間でいうとこの2歳ぐらいしかないの。だからね、異常に頭いいの分かるよ、飼ってると。カラスとかって頭いいって言うじゃん。すっごい。